STS-115 は、スペースシャトルアトランティス号による、国際宇宙ステーションの組み立て再開ミッションである。ISS プログラムの立場からは、ISS-12A フライトでもある。重要なミッション目標は、ISS の P3、P4 トラスを取り付け、後に打ち上げられる希望などに電力を供給する、準備をすることである。 もともと STS-115 は2003年4月に飛行する予定だった。しかし、2003年1月のコロンビア号事故の結果、飛行計画は、事故原因の究明とそれに対する対策が、完了するまで延期とされた。NASA は、その後、2回のテストフライト STS-114 と STS-121 を行い、 同様の事故を防ぐための対策が機能していることを確認した。救助ミッションが必要とされた際には、11月11日以降、ディスカバリーによって ST、STS-301 が行われる予定である。括弧内の数字は、今回のフライトが何回目の飛行かを表す。STS-115 で、太陽電池パドルが取り付けられた、国際宇宙ステーション。9月9日。 アトランティス号打ち上げ成功9月19日、乗員がアトランティス号の付近に浮遊物を発見し、部品脱落の有無を検査するため着陸を延期9月21日、無事着陸ミッションの第一目標は2つ目の左側トラスセグメントである P3、P4 トラスを運び、ISS に取り付けることであった。カナダ宇宙庁のマクリーン宇宙飛行士は、ISS のカナダアームにを使う。 最初のカナダ人となった。4人の宇宙飛行士によって3回の船外活動が行われた。この飛行からは新しいベンズと呼ばれる減圧症を防ぐための新しいプリブリーズ手順が採用された。キャンプアウトと呼ばれるこの方法は船外活動を行う宇宙飛行士が前日の晩2 0プシーに減圧されたクエストエアロック内で眠ることで プリブリーズ時間を短縮する。日付はいずれも2006年、時刻は協定世界一期間後に行われる歓迎期間式典でハイディ・マリー・ステファニション・パイパー宇宙飛行士が挨拶を行う際に二度倒れるということがあった。無重力状態からの適応障害などが原因だという。ありがとうございます。